日文化の日で火曜日だけど、はいはい、お客さん一般の方は少ないお休みなんですが、学生さんとか、あとサラリーマンの方とか。じゃあ今日来る前に、今日はお休みだからお客さん少ないだろう、予想してだいたい目安はついたんですか。いや全然、来てお客様に、一人目のお客様に聞いて、はい、うん、あ、今日文化の日だったんだ、へえぐらいの感じで、ノリで暇だみたいな、いただきます、はいはい。まあでもね、お休みなんだけど、今日夜これからお客さんがワンちゃん連れてくるっちゅうから、ね、そうですね、お友達ですけど。あ、そうなんだ、うん、お友達ね。やっぱり今映ってますけど、この前と同じ暗いですね。暗いですか、うん、まあベイベちゃんご本人が暗くても OK であれば、はい、全然問題ないです。はい、まあ間もなく来られるお友達がワンちゃんに来てもプライバシーで、ああ映さないであげてください、ね、はい、わかりました。ということで、今映してる時間は1分と30秒ですから、はい、そんなに長くはないですね。ふむふむ、なんかお話、PR、バルバッサの PR、はい、いやだから私あの売り込むつもりがないんで、あ、はい、そもそもお店の宣伝はする必要がありません。はい、ありませんね。常連さんがいっぱいなもんですから。いや、あとあのなんか、はい、他がやってなかった時とか、4軒目ぐらいの位置づけで私個人としてはちょうどいいなって思います。コロナの自粛期間もそうでしたね。ええ、あの難民の方が来るんですよ。ああ、そうですか。飲めない。今日も祝日で、ええ、特にそういう方いらっしゃいましたけど、あのいつも行ってるお店がやってなくって、あ、飲めないから、はい、久々にそういえばそこ顔出してないなぐらいで来てもらえるぐらいの場所で別にいいと思う。飲めない難民の方が今日さっきいらっしゃったんですか。そうですね、いつも飲んでるところがたまたま今日お休みで、お休みで、まあ、だからその連休取って旅行に行ってるとか、あ、はいはい、そういう兼ね合いでお休みだったりするんで、あ、はい、そういう方たちが来てもらえると、あ、ええ、思い出してくれてありがとうって思います。まあお客さん来てくれればね、何年ぶりかで来てもらっても嬉しい、はい、LINE とかで営業もしないし、あ、はい、あと何ですかね、その、ええ、そうですね、おっぱいで吸ったりとかするのめんどくさいんで、お酒を楽しむ場なので、こんなもんは付属品なんですよね、付属品ついで、ついでに見れるよぐらいの感じで行ってもらえないと困るから、それを目当てに来られても嫌なんです。そうするとマスターの日おっぱいないんで、どうせ、ああ、はい、そもそもがマスターの日に定休日があって、定休日に飲めないうちの常連さんたちが私でも飲めるって言われ、思ってもらえたらいいなと思ってるところがあったんで、はい、やっぱそういう気持ちですね。飲み難民を私は世の中からなくしたいだけで、区画代から。マサさんもビバーキャなくなっちゃって飲むとこないって言うんだったら、まあ、カースイだったら私もいるしぐらいの感覚で見てもらえるとありがたい。ビバーチェさんの後に別のガールズバーアモールっていうのが昨日オープンしました。それに同じあれなんですか、元のオーナーさんは。オーナーは全然違う、自由が丘とか三軒茶屋中目黒でガールズバーを5店舗を経営してる社長さんが、ビバーチのアモールという名前、昨日ね顔出したらいっぱいね、今日すいません、今日はオープンの日ですからこの次にしてください。残念ですよね、いっぱいお客さん、確かにお店に来る。今オーナーさんの他の店舗の知り合いの方が多いみたいで。あ、そうですか。そういうもんじゃないですか、うん、多分ね。でもビバーチさんが閉店してから、昨日アモールというカルズがオープンするまでに1ヶ月、1、2ヶ月はずっと空き家のまま、うん、まあそうですよ ね、しばらく結構広い店舗だし、商店街上だから家賃もそんなに安いわけじゃないんだよね。家賃高いと思いますよ、ね、で、女の子
そうそうそう。ってなると、まあでもアモールさんのその経営してる方は、まあ5店舗あちこちでも、まあやり手ですかね。うん、まあ、私はガールズバーのキャストじゃなくてバーテンダーなんで、そこだけ間違えないでいただけるとありがたいですね。バーテンダーとの違いですね。わかりました。じゃあそろそろビデオ、今回は5分と30秒です、はい、終わります。